カニ神社は、大阪府河内長野市にある神社、旧社格は村社、境内地など、敷地面積は2000坪を超える、樹齢600年を超えるとされる杉の巨木がご神木で、ある。祭神は、神武天皇、王神天皇、神宮古豪、菅原道真日本の初代天皇、神武天皇が、後藤西の府木の川を登り、君峠にて、続。 寮の状況を視察なされたとき、今の神社の北側に天見川の大石、小石を集め岩坂として、ひもろぎを建て、高祖天神神を祭りたまいて、戦勝を祈願された場所とされる。神社は1054年創建、社殿を増立して8月19日陣、山と岩れれ彦命がい見柱を祭ったとされる。現行、剣務の頃は、南朝、 楠木正成法の武将の戦勝の祈願書となった。当時は胸としなる社殿を損していたが、遠方4年に炎上し、今の社殿は、その後の再建である。明治5年に損者に列せられ、明治40年11月5日、岩瀬の損者菅原神社、若宮神社、住吉神社、若宮王女神社、甲羅神社、八坂神社を合祀し、 同四十一年十二月新鮮兵舶領、共信者に指定される、昭和二十一年宗教法人として、神社本庁に所属し、現在に至る。ニ精神社系大社六社一、菅原神社学問指政役余計に若宮神社国家、安寧生活安泰三、住吉神社軍神縁結び小佐漬け四、若宮王女神社新神神権公園霧縁結び。 延命長寿安山家内安全会場安全を、甲羅神社長寿緑八坂神社水難除け家難余け病、が田余五国法上1054年創建と伝えられる。当初は、甲斐の神社と呼ばれていたが、1676年に、消失後、再建されて蟹精神社に改称されたとされる。1692年に書かれた寺社銀味帳には、蟹いい。 やわたぐうと書かれていた。1九百八年に岩瀬地区にあった菅原神社が交渉された。柏原神宮へと続く神武統制ルート上にあり、日本の初代天皇、神武天皇が五島勢の府木の川を登り、君峠にて、俗、領の状況を視察なされたとき、今の神社の北側に天見川の大石、小石を集め岩坂として、ひもろぎを建て、 高祖天神神を祭りたまいて、戦勝を祈願され、その後、天行二年に至り、社殿を増留して8月19日陣、山と言われ彦命がい見柱を祀ったとされる。現行、兼務の頃は、南朝、楠木正重の武将の戦勝の祈願書となった。神社の七である、出会いの辻は、南北朝時代の古戦場で、昭教二年の正月に、楠木正重が率いた。 南朝軍と北朝軍とがこの辻で出くわして安万美合戦と呼ばれる壮絶な合戦が行われた。現在でも所在地の甘みは地名となっている。当時は胸としなる社殿を損していたが遠方4年に炎上し、今の社殿はその後の再建である明治5年に損者に列せられ、明治40年11月5日、岩瀬の損者菅原神社、 若宮神社、住吉神社、若宮王女神社、甲羅神社、八坂神社を合祀し、同41年12月新選平白料、共進者に指定される。昭和21年宗教法人として、神社本庁に所属し、現在に至る。御神徳は、神武天皇、王神天皇、神宮古豪、菅原道真、とされる。 神宮皇后の御神徳とカニ精神者のカニの繁殖力にちなんで小宝祈願、不妊治療主語、高齢出産主語、安産、子育て主語の祈願やカニのハサミにちなんで縁切り、悪縁切り祈願に参拝される。工房大師が杖をついてはいったとされる具法水の井戸が鳥居から 300M ほどのところにある。父は河内長野市の甘み、岩瀬である。秋に、 蝶賃祭という高蝶賃を仕立て祇音林を歌いながら参拝する祭礼がある。湯立神事、10月の秋祭りでは土曜日の夜に湯立神事が行われ、大きな釜でお湯を沸かしてお供えの後、神主が酒器や笹の葉を熱湯に浸してうじ子の皆様に振りかける。三越と魚、湯立神事の翌日日曜日に秋の霊大祭が行われ、 うじこ数形者がみこしを担いでごたびまで歩く。以前は境内の一角にあった老い松にみこしを力いっぱいぶつけていた。所在地交通アクセス。ありがとうございます。